茨城だらだら探検隊の隊長リュウでございます。今回は牛久市の牛久自然観察の森というところに行ってきました。車をこの駐車場に停めまして、動画はここの入り口からスタートしております。少し歩きまして、現在地ここでございます。ここからですね、いつも通り歩いていきます。まずたぶきの林、小樹形の林というところを通ってきました。ここに道がありましたので、ぐるーっとですね、一度戻ってきてしまいました。はい、動画はね、ここから再スタートしております。ここに正門がありましたので、正門から入っていきます。バッタの原、それから、ネイチャーセンターに寄りまして、ここからですね、連続でいきますね。C の森、日暮の林、カワセミの池、小紫の池、小紫の森、タマムシの森を抜けて、観察者というところに寄りました。はい、ここからまた連続でいきます。ノウサギの丘、落とし踏みの、林、それから、ごめんなさい、ちょっと曲がってしまいましたけども、ウグイスの林、コブナの流れ、ぐるーっと回っていきます。タケノコの林、赤ネズミの林を抜けて、カッパの沼というところに到着しました。はい、でここ少しね、戻って、この辺を、まあ、探検といいますか、探索しながら一度外にこのように出ました。というのもですね、行く前にここにですね、鹿島神社というのが、あるという情報をつかんだので、ここにね、行ってみたいと思いまして、ここの道をですね、一度出まして、このように行きました。はい、で、こっちね、ちょっと道ないんですけども、このようにここにこう道がありましたので、このように戻ってきまして、はい、ここからさらに入りました。はい、でここちょっとね、ここを寄り道して、ここに梅林というのがあるんですけども、ここを通り抜けて、はい、元に戻ってきました。スタート地点に戻ってきました。はい、このように回ってきましたのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。森林浴をするなら、多分今のところここがナンバーワンじゃないかなと思いました。もうね、プライベートでもまた行きたいなって思えるくらいのところでしたのでね、ぜひ続きをご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
そうなんだ。Thank you.
だもん。持ってるよ。
うん。